ただいまご紹介預かりましたバサナバ・ニコラスと申します。よろしくお願いいたします。さて本日はバレンタインデーですが、皆さんパートナーに何かプレゼントしますか？私は毎年必ず妻のために料理をします。しかし料理が苦手なので、今年は代わりにこのスピーチ大会に参加します。少し後悔しています。では現在私はデロイトで日系企業 の、 人材育成コンサルティング業務を担当しております。先日前ラグビー日本代表ヘッドコーチの、現在イングランドヘッドコーチのエディ・ジョーンさんのゲストに迎え、セミナーを企画運営いたしました。ラグビーに詳しくない方も2015年の南アフリカ戦、快進撃はご存知かと思います。エディさんにマネジメントにおける秘訣を伺ったところ、ミスをするなと言わないことだそうです。日本ではミスをするな、ノーミス、ノーミスと間違えることを牽制する教育法が一般的です。しかしミスを怖がると自信がなくなります。自信がなくなるとミスをします。大切なのは失敗から学ぶことだとおっしゃっていました。これは日本人の気質についてたくさんの場面で当てはまります。完璧主義な日本人についてその一例をお話しします。弊社は2012年のロンドンオリンピックのスポンサーでした。培った知識を東京に生かせるよう、私はロンドンオリンピックのさまざまな専門家と日本の企業や自治体の仲介役を担っています。皆様もご存知の通り、ニュースを見ている限りでは東京五輪は問題山積みです。その反響でよく聞くのが、日本人として恥ずかしい、このような間違いが起きないようになぜできないのか、さらには東京で本当にオリンピック開催する必要のあるかどうかという声です。ロンドン五輪も最初は市民から否定的な意見ばかりでした。ちなみにロンドンオリンピック開催中の2012年、私は日本に住んでおりました。周りの日本人はスポーツだけではなくイギリス、ロンドンの興味を持ってくれてとても嬉しかったことを思い出します。近年特に先進国が開催した例としては、ロンドンは大成功だったのではないでしょうか。会場だった東ロンドンストラトフォード地区、2017年現在スポーツ施設、住宅、ショッピングモール、また新たにたくさんのビジネスまで誘致してにぎわっています。1964年の東京オリンピックでは新幹線の開通などインフラ整備がされました。オリンピック開催において交通はとても大切な課題です。以前ロンドンのバスには車椅子を使う人は一人しか乗せることができませんでした。しかしパラリンピックの選手のために車椅子を数台乗せることができるバスの内装が開発されました。このデザインは今でもロンドン市内を走る、公共のバスに使われております。日本の交通機関は世界に類を見ない素晴らしいものです。しかしノーミスの精神もあり、最近では電車が少し遅れたことで駅員と乗客の間でトラブルがよく起きます。それだけでなく日本の交通網にはたくさんの問題があります。過疎地の駅を使う人が減っているので、赤字路線の廃止が検討されています。日本中を巡る線路は貨物列車も使います。e コマースの拡大により物流は今まで以上に重要になっています。さらに翌日お届けサービスなど
速さも求められます。そこでいかに過疎地の労政を廃止しないか、オリンピックが鍵だと思うのです。日本にはまだあまり知られていない観光資源がたくさんあります。例を挙げるとすれば、昨年国際的なヒットしたアニメ映画君の名はを見て飛騨地方に興味が湧いた人もいるでしょう。007を見て軍艦島から始まり、すっかり廃墟ブームに乗った人もいるかもしれません。オリンピックを広告塔に、日本のまだあまり知られていない観光スポットを紹介する良い機会です。でもやはりミスをしたくない日本人は反対するでしょう。例えば宿泊施設がないところに観光客を呼んでどうするんだという声聞こえてきそうです。しかしまず興味を持ってもらうところから始まると思うのです。初めの一歩を踏むのが難しいのは重々承知しております。昨年のリオオリンピック閉会式でのフラッグハンドオブセレミニーのことですら、始まる前はガラパゴス化した日本のポップカルチャーばかりになるのでは、また失敗して世界中の笑い者にされたらどうしようと心配されていました。蓋を開けてみると、安倍総理が任天堂のキャラクターマリオに扮したり、日本らしい外国の人も共感できるユーモアのある演出で、国内外ともに好評でした。東京五輪まであと3年半ですが、細かいことを気にせずに未知の世界に飛び込んでみようと思う意識改革になり得ます。そしてオリンピックの後も長期的に日本経済、なおかつ社会全体に貢献できると私は思います。私事ですが、先月会社の上司の山口淳が他界しました。彼もミスを変わらないことに重きを置きました。僕の私 に対して常に新しい挑戦を与えてくれました。普段は厳しくてもうまくいかない時は何かしら良い手の褒めてくれました。彼の仕事に対する意思を引き継ぎ、2020年のオリンピック成功に寄与したいです。とは申しますものの、本日この会場に向かう途中、友達からメールが来ました。 Don't make a mistake. ご清聴ありがとうございました。ニコラスさん、ありがとうございました。ありがとうございます。ミステークはなかったですか？心配です。はい、どうしてあの未知の世界である日本語を学ぼうと思ったんですか？あ、すみません、もう一度。どうして未知の世界である日本語を学ぼうと思いましたか？学ぶこと、あ、そうですね、私の思うのは、ミスがイギリス人も日本人も少し怖がってますので、日本語で学ぶことだと思います。日本語を学んで人生が変わりましたか？すみません、もう一度ください。日本語を学んで人生が変わりましたか？あ、変わりましただと思います。はい。どんなふうに？すみません。もう一回お願いします。すみません。日本語をね、学ばれて人生が変わりましたかとおっしゃっ聞いたら変わったとおっしゃったんですけど、どんなふうに変わりましたか？あ、日本の人生ですか？あなたの人生が、ニコラスさんの人生が。そうですね、日本に住んでって時、多分、
一例は日本に住んでた時他の人を気をつけのことがすごく持ちました。日本に住んでた時、ありがとうございました。ありがとうございました。お話の中で、日本人はミステークを怖がるという話がありました。でなぜ怖がるかというとミステークをすると恥ずかしいから恥ずかしいからという考えがあると思うんですよね。日本では恥の文化って言って恥をかくっていうか恥ずかしいことは良くないという、うん、そういう文化があるんですけど、それ日本の文化を日本は文化の恥の文化であるって言葉知ってます？聞いたことあります？そうですね、私は日本に住んでた時学校で英語の教師でしたから、生徒たちはすごく恥ずかしい感じが持てました。で私もこれを見えたので、イギリス人もその恥ずかしい精神 もあると思うのです。日本人の恥ずかしいのとイギリス人の恥ずかしいのは何が違うんですかね？うん、そうですね、うん、最初はイギリスと日本はどっちも島ですので、多分変化が少し苦手ので、イギリスの恥ずかしいは多分他のヨーロッパの国とフランスとかドイツとかコンペティティブネスすみません、うん、の感じですから、それはイギリスの恥ずかしいだと思うのです、はい。それからオリンピックの話をしましたけど、オリンピックのレガシーとして観光地の開発というか、もっと日本は知られてないいいところがいっぱいあると言いますけど、そのレガシーの遺産ですけども、うん、観光地以外に例えば会計士仕事しているアカウンタントから見て何かレガシーがありそうですかね？うん、そうですね、イギリスを見たらレガシー、大切なレガシーのポイントは東ロンドンはすごくよくなりましたね。日本だったら私 の望みですけど、日本は生活をしやすくなりたいんですね。例えばパラリンピックのおかげで障害者のことですけど、本当に東京がそのポイントに生活を生活をしやすくなりますと思う。要するにレガシーとして障害者のための生活を良くするようにしてほしいという。そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。